まくいけるでしょうか。うまくいくかどうか。うん、始まれば。あ、始まりました。始まりました。OK。はい。じゃあ、じゃあ、良さそうですね。はい。大丈夫そうですね。はい。じゃあ、カメラも位置も良さそう。はい。OK。で改めまして、こんばんは。遅くなりました。遅くなりました。いろいろと立てるんで。8時過ぎちゃいましたが、ジョージオウエスト。今年第2回目。2回目ですかね。本格的に始めて2回目。というところで、短めに終わらせますが、最近の、位置情報系の話題を、青山学院大学の、非常勤講師として毎週、はい、相模原キャンパスに来ていただいている瀬戸先生、あ、よろしくお願いします。古橋で、大体この1週間何があったかみたいな話をここで話をしつつ、僕らも、うんうん、お互いに情報源も違うのでこの場で情報交換できたらなというところで、この1週間でいろんな話をしたいなと思ってるんですが、時間も限られているのでやっぱりあれですよね、トランプですよね。いきなりついに本当に大統領になってしまったトランプ大統領と我々の業界がどう関係していくのかっていうのを語らざるを得ないというか、本当に先が見えなくなっちゃったっていう感じですね。なので、もう本当に2人で今後あのトランプ大統領になって世界とアメリカと日本はどうなっていくのかということを位置情報の視点でちょっと、うんうん、あの話をできればなと思っています、はい、でさっきもう今日はやっぱり Facebook でいろいろいろんな関係者がいろんなことに気づき始めて、で、まあ、ある程度なんとなく嫌な予感というかこうなるだろうなというふうに想像していたものがどんどん実際にこの数日間で実現されてしまっている、うんうんうん、嫌な方向に向かっているというのは間違いないかなというところで、一番大きいのはやっぱりあれですね、ホワイトハウスのびっくりしましたね動きですよね本当に、まあ、予想は多分国内でも、はい、アメリカ国内でされてたと思うんですがオープンガバメントオープンデータに関する動きがすごい。そうです、ね、今までの位置情報業界の中でアメリカ政府はどういう立場かというと、うん、国で作ったもの、税金で作ったものは、うん、もちろんアメリカ国民のためでもあるけれども、うん、もう著作権は基本的に放棄するパブリックドメインとして、うん、アメリカ人だけではなく世界中の人たちがその、成果物というか、さまざまな情報を僕らも使えた、うん、日本人も使えたというところで、例えば NASA の組織として、取得した地球観測データとか、うんうん、もしくは、それこそ USGS も含めてさまざまな組織が作ってきた地理空間情報データに関しても、うん、かなりの部分がパブリックドメインで公開されているというところがビジネスモデルになっているところがたくさんあると思うんですよね。で、あとは、まあこう昔の例えばゴア副大統領の時代の情報スパハイウェイとかデジタルアース構想みたいな、ああいった国の戦略そのものに対してもさまざまなドキュメンテーションが公開されていたり、でましてや GPS 衛星みたいなああいった軍事技術から転用された測位技術が世界中誰でも無料で今使えているというのがもう当たり前だったのが、急に雲行きがどうなっちゃうんだろうという形ですよね。まず瀬戸さんから見てこう特に今日なんか多くいろいろ情報やり取りされている中で、うん、はい、一番ここが気になるっていう動きってどの辺ですかね。そうですね、やっぱり、まあ、今日そのこれ始まる前にディスカッションしてた中で一番大きかったのが、はい、まあ、あの多分いくつか今後もサイトの閉鎖とかですね、こうアーカイブがなくなっちゃうみたいな話がありましたけども、EPA というですね、環境保護庁が、はい、まあ、あのいわゆるクライメートデータって彼ら言ってますけど、まあ、気候変動とか環境モニタリングのデータについてはですね、あの、まあ、そういう意味で、公開を一応、まあ、取り下げる方向を、うん、あの打ち出しているという、まあ、
噂レベルのものから、まあ、実際にもうあの差分が始まってるというところも話を聞いていて、でこれはあのいくつかの、アメリカ系のメディアも報じているんですけども、はい、まさにサイエンスデータがウェブから消え去ってしまう問題というのが、でそれはあの単に、政府のガバメントデータというレベルではなくて、もう科学で使えるデータがそもそもなくなっちゃう可能性があるというところはすごく、まあ、ある意味大学で勤めてるゆえ、すごくこうなんていうんでしょうね、これまでこういわゆるオープンサイエンスとかですね、はい、まさに科学データをもうみんなで、シェアして、まあ、さらに、まあ、例えばネイチャーとかですね、あの、はい、そういった研究最先端の研究に生かしていくっていう方向性になっていたはずが、いきなり年が明けてまだ1月も終わってない段階で、ね、シャットダウンしてしまうっていう状態があるのは、結構こうなんていろいろやっぱ考えさせられる事態なんだなと思いましたね。今ちょっとツイッターで一応ジオジオウエストのハッシュタグで、この配信は情報公開すると、はい、ちょっと今 EPA のサイトの URL を共有しましたが、一応画面上にはこう、はい、こっちのミラーの、うんうん、こっちですね、はい、EPA そうですね、ユナイテッドステイツエンバイロメンタルプロテクション、うん、プロテクションエージェンシーですね。ここもあのやっぱクライメートチェンジっていうのは結構大きなその何て言うんでしょうね、政策の一部にもなっていて、まあ、まさに実はオバマプランの中ではその気候変動のデータをこうやっぱ集めるっていう、集めてまあ政策に生かすっていうところが重要課題でもあったので、逆にこう政治が大きく動く時にはそういうところがまあやり玉と言ったらなんかもしれないですけども、あの逆転するっていうところがあるのかなと思いますね。まあ、そうですね、特にトランプの今までの発言の流れでいうと、うん、もうこう地球環境問題よりも経済優先みたいな姿勢はあちこちで語ってるわけなので、うんうん、その中でいろんなテーマがある中では一番取り上げやすい、うん、ターゲットにされやすいと思います、うんうんうん、ストレートに来たなみたいな状態ですよね。そうですね。で、まあ、そういう意味で言うと、うんうん、今技術的な立場で対抗しうることはもう本当に今日矢崎さんがヤフーニュースの個人のページで語ってたように、もうとにかく今オープンデータ化されていて世の中に公開されているデータはある意味コピー、デュプリケート自由なので、今のうちに魚拓アーカイブを取っておいて安全な場所に確保するという、もうそういうことが必須になってきているというのがもう嫌な雰囲気ですよね。でも、もちろん気づまだ気づければいいですけども、気づけないとなると気がついたらもうデータがアクセス不可能になってしまうと、うんうん、そうですね。あのそれからもう一点、多分、まあ、そのデータのアーカイブの意味で重要な部分としては、まあ、例えばそのオープンデータとして今までこう言われてきたような、まあ、統計データであるとか、まあ、歴史的な文書であるとか、アーカイブしやすい資源は、まあ、頑張ればなんとかなるかもしれないんですけども、こう地図とかですね、最近のこうセンサーデータの文脈でいくと、まあ、時間ごとにこうタイムリーに移り変わる、あのマップ自体も例えば移り変わるデータをどうやってアーカイブするかって結構実は技術的な意味で難しい部分があって、で特にこう作り込みも、まあ、フラッシュは少なくなってきてると思いますが、インタラクティブに変わる JavaScript ライブラリーとかで作ってるサイト結構増えてきてますよね。そのソースデータが仮に CSV とかで数値パラメータとして提供しているサイトがあればそれはまだいいんですけども、もうなんかインタラクティブに地図化されているようなものをじゃあまとめてアーカイブするっていうのはどうするんだろうっていうところが結構大きいですね。特にあの、まあ、あの EPA もそうだと思いますけども、今後はそういう意味では NOAA 大気海洋庁なんかも大御所ですからね。そうですね。で、まあ、USGS の場合は結構あの地震のデータとかはあの、まあ、いわゆるジオデータとして蓄積はされていますけど、うん、特にあの海洋とかですね、大気みたいなデータは結構そのフォーマット化しにくい部分もあると思うので、うん、それが仮に本当にシャットダウンみたいな話になった時にどうこう技術的に乗り越えていくかっていうのは結構それこそハッカーにとって問われている部分なのかなと思いますね。今久々にノアのサイト見ました、はい、こんなかっこよくかっこよくとかなんかこう行政機関とは思えないぐらいにシンプルなこんな構図になってるんですね。で今はそのサテライトであるとかそのあそうですねあの大気、うんはい、大気海洋海洋なのでオーシャン、ね、そうですね、はい、とかフィッシャーズとかいろんな分野にまとがっていると思うんですけど、
このだからサテライトもどうなるかちょっとそうです、ね、僕は全然想像がつかない。ノア管轄だと、ね、そうですね、今だとゴースがあるし、うん、はい、大気海洋系のデータって、うん、世界中でグローバルにこうそれこそ気候変動を追っていく上でものすごい重要な、うん、継承していかないといけないデータなので、うん、でもターゲットにされるとノアのデータすら危うい気もしてきますね、うん、今そうですね、僕はハックパッドの方に一応書いてはいますが、はい、データもそうですね、そういう意味ではことそのサイエンスに関わる人たちも、まあ、今までこうデータアーカイブとかですね、こうやっぱりハッカソンとかっていうと結構やっぱ技術者の方とか、まあ、最近だとコードフォードおかげで、まあ、デザイナーの方とか出られてるんですけど、結構やっぱりこう大学の関係者ってアメリカでもこうしっかり関与されているところと、まだそこまでのところには行ってない分野と多分両極端だと思うんですけども、本当にもう目の前からこう科学に使えるデータが消えていくっていう形になると、もう必然的に多分大学とかですね、アカデミックの立場の人たちもそのオープンデータとかそれこそサイエンスで、国のサイエンスデータっていうところはもう本当に多分真剣に考えなきゃいけない。そうですね、これがアメリカをやっぱりこうの背中を見てオープンガバメントとかオープンデータをやっていた国が今後そういう意味では自国としてどうするかっていうところはアメリカがそれこそオープンガバメントパートナーシップの中で、このままだとそもそももうアメリカ自身が今まで推進してたのがサクッと抜けるかもしれない、うん、まあ、TPP じゃないですけど脱退しますとか言ってもいきなりありえますよね、状況ですよね。で、まあ、今日さっきホワイトハウスのウェブサイトの話をちょっとそれこそ矢崎さんのニュースも含めて Facebook に投稿しましたけど、つい本当に数日前まではホワイトハウス .gov のサイトにオープンガバメントのサイトがあって、オープンガバメントパートナーシップで Google で検索すると今でもまだそのリンクはホワイトハウス .gov だよってなっているのに、クリックするとリダイレクトされて、もう今すでにオバマアーカイブの方に飛んでしまうと、オバマホワイトハウス .archive.gov というオバマ大統領時代のアーカイブという扱いになっちゃってる時点で、やっぱりこうあっさりこう変えられてしまうという怖さはものすごいインパクトが大きいですね。逆にそうですね、こう事業業界っていう観点では、まあやっぱクリントン政権ぐらいからですね、あのこう重要度というか、まあ NSDI みたいな話も含めて特にとこう盛り上がりをかけて、まあその後だからブッシュ、クリントン次だからブッシュ、オバマ、まあ、オバマ2期 やりましたけども、結構だからそういう意味では20年ぐらいの間はずっとそうですね、なんですよね、こう同じ路線で行ってたものがいきなり変わるっていう体験を多分僕らもちゃんとしていないというところがあるので、まだこう どっちになるのかってこう不安感となんかこうハラハラするみたいな、ね、そういう状況なのかなと思いますね。これ仮にこう事業業界の中でもちろん今ハッカーの人たちがアメリカの方では、うん、魚拓を取り始めているというか、うん、データのバックアップをみんなでどうやって取っていくかっていう中で、うん、多分 Google だとかはどう出るでしょう、はい、つまり彼らは世界中の人たちが誰でも自由にデータにアクセスして、うん、こう情報を得る時代を作ろうとしている中で、うん、彼らの企業理念の方向性から言うと逆の方向に進んでるというところになった時に、うんうん、もうある意味トランプから目つけられてでも率先してデータをむしろ掘り出しに行くような動きというのが、まあ、Google 単体ではなくて、うんうんうん、企業連合みたいなものがシリコンバレーを中心にして出てくる、うんうん、もうすでに実は動いてるとか、そこの部分はなんとなくこの個人レベルでは終わんない、コミュニティレベルで終わんなさそうな勢いがありますよね、うん、そうですね、そこはなんかなんていうしね、こうそのトランプ自体が、まあ、経済成長みたいな話をしている中で、まあ、日本ではトヨタがまずやり玉に挙げられましたけどもそういうなんかこう経済的な成長とそれからそのいわゆる自己企業に対する圧力みたいなものは多分同時に
使ってくる可能性はあるので、まあ、もちろん Google とか例えば Apple とか、まあ、いろいろこう、そういう意味でインターネット時代のまさに情報を扱うあの企業が非常にこうアメリカの中でも台頭しているわけですけども、そういうところの活動に対してどう政府機関がこう圧力なのか、まあ、ちゃんとこう対話を求めてくるのかっていうところはまだ全く多分お互い読めてないところなので、あれ多分表立ってやるっていうことはまだ少ない、逆に言うと少ないんじゃないかなと思いますね。もう現実にトランプ自体が、ツイッターをあれだけ活用している、うん、そうですね、でもツイッターのベースってオープンソースであり、うんうん、オープンなコミュニティの中で育ってきた文化に、うんうん、逆にまあああやった形で乗って自分の発言力を増してるっていうところになると、うんうん、こう自己否定に半分なっちゃってるわけですよね、うんうんうん、そういうこうオープンな活動そのものに対しもし、うんうん、こう敵対的な行動を取ってくるとすると、そこのまずこう矛盾みたいなものが出てくるのと、うんうんうん、あとそうですね、そのこう今後日本も含めてこの動きがなんとなくやっぱりアメリカだけで終わらなさそうな気がやっぱりしてるわけですよね。そうですね、うんうん、そこで、まあ、イギリスなんかもうその前からブレグジットで、あれだけ大騒ぎになって、結果やっぱり EU から抜けそうじゃないですか、うんうん、あれだけメイ首相があれだけはっきり言っちゃって、そうですね、うん、まあもう現実抜けるっていうことになってるので、うん、もうそういう意味ではこう2009年以降オープンガバメント、オープンデータ、まさにこう先端的に推進してきた二大巨頭が今大きく政策的に転換しようとしているので、じゃあ次どうするのか、いわゆるセカンドジェネレーションじゃないですけど第二世代としてどう台頭してくるのか、それとも失落してしまうのかというところは多分もう本当にこの 1,2 年ぐらいの活動かかってる気もしますね。そういう意味では、いや今後どうしましょうか、どうしましょうか、どうしましょうか、まあ、それもやっぱりコードフォーアメリカで例えばまあ、トランプが当選した直後にジーファーパレットとかいろいろコメントしてましたけども、はい、やっぱり自分たちができることを粛々とやってる、はい、まあ、灯火を消さないっていうところはやっぱり一番大事なのかなと思いますし、まあ、やっぱりあとはそうアメリカほど多分政治的な関与みたいな側面ってやっぱりなかなか日本では難しい面もあるとは思いますけども、ただそういうなんていうんでしょう、こう指導する立場、例えばアメリカでも今後その CIO に誰がなるのかとかですね、多分重要だと思うんですけど、そういうなんていうんでしょうね、こうパイプ作りじゃないですけどちゃんとこう理解する人が要職につけるかっていうところは結構そのコミュニティの後押しみたいなところも多分していかなきゃいけないんじゃないかなと思いますね。多分ほっとくと本当に今多分アメリカの閣僚名簿とかでも結構炎上してますけどもそれぞれのこう項目で一番なっちゃいけない、そうそう逆の人がなるみたいな人をあえて当ててるわけですよね。そういうことになるんだっていうのは、ね、見事に、まあ、他のジャンルでも今日 LGBT のサイト、はい、ホワイトハウスのページが消えたとか、うん、ああそうなんですね、やっぱりもう位置情報だけじゃなく、うん、今までのオバマがなりオバマ以前で積み重ねてきたものがバンバカこう、うん、消されていくということの中ではあれだけ アメリカ自体がこう閉じようとしている、うんうん、そういう意味でやっぱり逆にボトムアップでできることっていうのがあるのかなと思いますね。増えてはきてますよね、うん、やっぱり Google マップとか Google Earth が出てきたときに Google Earth のユーザー数ダウンロード数でカウントしたら10億突破したよとか、うん、そういう数になってくると、うん、そのコミュニティそのものが、まあ、全員連携が取れるようなコミュニティネットワークができたと仮にすると、うん、それってもう国の規模になってるよ、うんうん、まあ、Facebook も実際も10億、ツイッターだとか SNS も各種大手のものってやっぱり数億規模になってきてますので、うんうんうん、まあ、そういった意味で技術の立場でこうボトムアップでやっていくっていう時にこれでもうある意味ネット遮断とかっていうことはまあないだろうなと思いつつも あってもなんかもう驚かなくなってきましたね、いつなんかそれこそ中国みたいに政府の許可したサービス以外はやりませんみたいな、そのメイクアメリカ、メイクグレートアゲイン、あ、そうですね、メイクアメリカグレートアゲインのストローガンに乗っかるかどっからないかみたいな、いやいやいや、そうで
こう今こう話してる映像そのものが来年とか見返した時に1年後こうなっちゃったみたいな、もうそうですね、恐ろしいですね。うん、来年の今1年後見返した時に、そうですね、確かにどうなってるかって、そうですね、そこは問われと、なんかね、確かに問いたい気がしますね。いやという話をやると延々と話を他なんかこの1週間でちょっと興味のあるというか話題になったのって、はい、ちょっと一回切り離すと、はい、そうですね、手前味噌にはなるんですけども、はい、あの千葉市で報道発表を、千葉レポ、はい、あ、まあ、次世代、次世代、今千葉レポ運用中なので、はい、次世代千葉レポという、まあまあ、コードネームというかですね、はい、開発のコードネームは実はマイシティレポートというふうに名付けて、はい、まあ、実はあの、研究の助成金もちょっといただきながら、3年間、まあ、正確には多分2年半ぐらいになるんですけども、プロジェクトを進めていくんですけども、もともとその千葉レポって、まあ、さっきのオープンガバメントとちょっとつながる部分もあるんですけども、日本の中ではね、そう自治体が主導運動をとって、その市民と共同しながら町の、まあ、課題とかを改善していくプラットフォームを、まあ、作っていた自治体が、まあ、千葉、まさに千葉市役所で、まあ、僕らもあの実は大学の研究機関としては共同研究を2014年から5年ぐらいから実はあの千葉レポ の投稿記事とかをですね、分析するあの研究を始めていたんですけども、まあ、この度、ありがとうございます。今そうですね、あの、うん、参加自治体は実はあの今年の秋ぐらいに募集をして、うん、まあ、いくつか応募をいただいた中で、まあ、正式に今後実証実験をしていく自治体さん多分大きく3自治体ぐらいになると思うんですけども、それと、まあ、今千葉レポの場合は実際運用中ですので、はい、まあ、多分、千葉レポをは運用しながら、まあ、新しい方のプラットフォームは、並行して開発をしていくという、うん、そういうスケジュールになっています。でこれまだ、はい、マイシティ、レポートは公開されてない、はい、そうですね、今ちょっと使用版としてあの実証実験の自治体さんの内部でちょっとあの使い始めていただいているという形になりますが、これは地図は何を使う、あ、これは、もちろんオープンストリートマップを使いつつ、まあ、あの自治体さんもいろいろ多分都合があると思いますので、うん、はい、複数あの最終的には、はい、選べるようにしています、はい、今逆に言うと千葉レポはこれあのライセンスの関係でというかですね、はい、あの契約の関係で、ヤフージャパンさんの、ね、はいはい、地図を使っていますね、今現状の千葉レポ、そうです、はい、やっぱりそれも、次世代千葉レポ、あ、千葉レポ次世代千葉レポ、マイシティレポートですね、はい、でこれはあの、オープンソースを一応もう目指すというか、まあ、それをしますということを言っているので、まあ、そのマイシティレポートのプラットフォームを使って、基本的には無償でもうそういう意味ではパッケージ化できると。で、まあ、地図もそういう意味では選べるので、まあ、オープンストリートマップがいい自治体はそうだし、まあ、そうですね、地理地図とかですね、あとは自治体でお持ちの例えば DM とかですね、あの詳細な地図を持ってるところは例えばそういうものを配信してもいいでしょうし、それはタイルとして、そうですね、実で DM のデータをさすがに直接読めるようには想像できない、はい、まあ、そこはやっぱりタイルになるかなという気はしますね。今結構タイルも、ワンクリックじゃないですけど、まあ、一つコマンドラインでもう作れるようになってるので、それは言い換えるとカスタムタイル対応っていうふうに、まあ、ことになりますかね、はい、お、素晴らしい。ただそこの裏側まではちょっとまだ作れていないので、まあ、これからそういう、はい、可能性もちょっと、まあ、現状デフォルト、まあ、試験段階では、うん、オプションマップ、はい、オプションマップなり地理地図なり、はい、標準のいわゆるウェブ、うんうん、メルカトルのタイルの仕様になっていれば、ね、背景に持ってこれると、うん、使えるという形ですね。なるほど。いや、はい、まあ、結構そうですね、いろいろあの、まあ、そういう市民投稿の部分もそうなんですけども、今後は実はちょっとあの記者発表の資料にも書いてあるんですけども、機械学習の技術を使って、まあ、マピラリーじゃないですけども、道路の連続したこう画像データを取っていって、まあそれをクラウド上にアップロードすると、痛み具合をまあ学習していくことにもなるので、このぐらいの損傷だと、私の死は例えばすぐ補修しますとかですね、ちょっとお待ちくださいみたいな、あのメッセージも出るようにしたいなというふうに考えています。なので
こう意識して、アップロードするパターンと、まあ、意識せずというかですね、まあ、観測データをその教師データにして、まあ、それをもとにこうパトロールをするとかですね、そういう自動的にできる部分と両面をちょっと今考えているというところですね。撮った写真とかのライセンスってデフォルト決まってるんですか？まだ実はそこは決まっていないです。ただまあ、これも、ね、できればもちろんオープンデータに したいというと、まあ、そのこれの開発の過程でもちろんマーピラリーとかも勉強しているので、オープンデータにしたいという部分もある一方で、まあ、その画像ってやっぱり結構重たくなっちゃう、はい、故に、はい、上にあまりなんていうんでしょうね、こう、活用の仕方というのは結構限定的にやっぱりなっちゃうので、まあ、同じくオープンデータにするんであれば、その学習済みのパラメータ、まあ、やっぱり、なんかその、プライバシーの問題でぼやかさないといけない、そういう中間処理をしないと画像データ自体公開できないみたいな話もありえるので、学習したパラメータのデータをオープンデータにするっていうところはなんか十分考えられるかなと思いますね。それをなんか組み込んでもらえれば、その損傷具合の画像が後は溜まっていくと自動で判別してもらえるような仕組み自体もまあ公開できるかなという感じですね。いつ頃公開予定？完全公開ですか？これは、そういう意味でまあいろいろなパターンあると思いますけども、実証実験の自治体さんについてはまず内部で利用していただく、職員さんが利用していただく、次のフェーズは、まあ、市民の方にアカウントを取ってもらって使ってもらうっていう、まあ、今の千葉レポのような仕組みを考えているので、まあ、いきなり全国っていうのはちょっと多分無理だと思いますけども、そういう意味では来年の、その来年一応フェーズ2と呼んでるんですけども、そのぐらいから先行してできる自治体さんはやっていただきたいなというぐらいの今プランニングで考えてますし、まあ、少なくとも2年半後には一応プロジェクトが終了して、その時点でできるだけもうオープンソースにしたいなというふうに思っているので、まあ、その実証実験参加していない、参加されていない自治体さんでも、そのソースコードとか例えばそれを扱ってくれる企業さんがね、地元にいれば使えるような状態にはしたいなと。なるほど。そういう意味ではそうですね、ちょっとボトム、さっきの話戻っちゃうと、結構今までアメリカの場合はトップダウン的にやって、まあ自治体がニューヨークシティとか例えばシカゴとかオープンデータを整備するって感じ形になっていますけども、なんかそういう意味では、まあ、千葉市は政令指定都市なんで日本の中で結構大きな都市ではありますけど、まあ、それでもまあボトムアップ型でデータも蓄積するし、こういうプラットフォーム自体ももうオープン、そのソースにしていきますっていうところを、まあ、今回市長と共同記者会見しましたけど、市長はすごくそういう意味ではこれを買っていただいている部分もあるので、そういうなんかやり方っていうのが日本はいいのかなっていう気はします。なるほど。という感じで、ICT、はい、レポート、はいはい、あとあれですか、ね、ちょっとさっきちらっと出て、はい、最近だと前回カシオのプロトリックの話してなかったなと思って、はい、そうですね、で、まあ、セスで発表になりました、あ違うか、セスのタイミングで発表になっていましたけど、カシオのアウトドア系の、夢ブランド、うんうん、プロトレックシリーズについにスマートウォッチタイプが出ると、オフラインマップ機能付き、うんうん、すごいですよね、組み合わせがマップボックスとオブスマップの、まあ、オブスマップエースの、うんうん、マップボックススタイルで、提供されるというので、これやっぱりちょっと、いや今日全然別なところでも話をして、はい、オープンスルーマップってどこで使われてるんですかってやっぱりよく聞かれるんですよ。そうですね、いやでもほとんど気づかないところで実は使ってるんですよみたいなFacebook 使ってるとほらオープンスルーマップでしょみたいなの事例の話をする中で、やっぱりこれはアウトドア系の人にはやっぱりそうなんだみたいなところは大きいですよね。プロトレックの地図はもう今オープンスルーマップなんです。しかも、オフラインで使えるというやっぱり、まあ、オープンスルーマップの強みをうまく生かしているところがあるので、またやっぱりマップボックスを選ぶというのはなかなかグローバル意識しているというか、だからアウトドアレイヤーも持っているし、うんうん、結構標高データの陰影からうまく立体感も出してますので、うんうんうん、単なるオープンスマップというよりはやっぱりこう起伏なるところの表現がすごく最近得意としているので、うんうん、そこの部分ですごく楽しみだなというところと、やっぱこれ、Wi-Fi でつながってる時にはデータのダウンロードできるっていうのが、はい、どのぐらいのその自動シンクというか同期ができるのかで、うんうん、またやっぱりオープンスマップのメリットって
どんどん情報が変わっていくことなので、うんうん、マップボックス側は動的に変更することも今対応しているのでかなり素早くこう最新のオプスマップが反映されていくでここにどのぐらいのタイミングで同期するのかっていうのはすごく興味があります、ね、それが、まあ、本当に持ってやって実際チェックしてみないとこういう技術って、はい、多分画像のタイルだと思うんですけどね、うんうん、これはやっぱカシオの中でそういうタイルサーバーを持っているいやマップス直接じゃないですかねあおあ分かんないですよ、ね、でも配信でうん僕のこれ予想ですけども、うんうん、多分アンドロイドなので中身は、はい、基本的には、ネット経由でマップボックスのタイルを読みに行ってそれをキャッシュなり、まあ、ローカルに保存しておくということで対応してるんじゃないかなと思うと、うん、マップボックスカシオの方で一回キャッシュしている可能性もゼロじゃないですけども、うんはい、そういうだからキャッシュサービス自体がある意味ではこうなんでしょうビジネスになる、まあ、そうですねそこはやっぱりでも迅速性だとか安定性を求めると、うん、確かにマイボックスだけに依存するよりは、うんうん、社内でっていうのはあのこれはまだ言っちゃいけないのかもしれないです大丈夫ですかやっぱりいくつかの企業でオプスマップのタイル使ってます、うんうんうん、っていう企業さんは直接マップニックなりのタイル、はい、マップオプスマップカルトを読みに行くんじゃなくて、うんうん自社内でタイルを一回キャッシュしておいてそこを読みに行くような形で、うんうん、パフォーマンスも上げていたりあの何かあった時にすぐ対応できるあのところでは、うんうん、だんだんそういったノウハウ共有されてきてますのでもしかするとカシオもやってるかもしれないですね、うんうん、なんていう話をしてると、はい、もうそろそろ、はい、であと僕らで言うとちょうど、それこそ G 空間情報センター、はい、あはい、空間情報センターよいしょ先週もちょっと話しましたが、はい先週は、はい僕らも使えるんようになるんですよねみたいな話で終わったのが、はい使えるようになりましたっていうあの組織これですね、G 空間情報センターの組織の一覧に増えてきましたが一番下の方に新しくでも KDDI の上だこれなんかああいうエージェントなんですか更新日とかも、はい、ああなるほどってるので、はい、あちょっと重いな重いな画像が重いのかもしれないあ大和市役所での、はい、ドローン撮影あ空撮デモ飛行おおちゃんとこんな感じですこれで URL ちゃんとはい、はい、おおありがとうございますタイルで含めてちょっとや試しにやってみたんですけど、うんうん、こんな感じで出ましたいややっぱりマークダウン対応してるので他のあこれ自慢していいですか、はい、あどうぞどうぞこれちょっと他のサイトのデータ登録してる方々はる、はい、マークダウンで書いてないので単にテキストのベタで打たれているので、はい、クライスマッパージャパン。クライシスマッパージャパンの、うん、登録データで、うん、よいしょ。G 空間情報センターでしょ。ジョジョです。ポチッ。我々はちゃんとサムネイルが出る、はい。なるほど。ですね。ここに。あ、そうですね。はいで他の組織に行くと、はいうん、出るところと多分ね、はい、出ないところがサムネイルとしては出るところもあるんですけど、はいうん、こうやってサムネイルでも説明になるとここに画像が入ってますこれはマークダウンで書いてないからなるほど参考にあのぜひ G 空間情報センターでデータをこれから登録される方はちゃんとマークダウンを覚えてマークダウンの画像の差し込みをうちの青学生はもう授業で差し込みできないとあの限定されますのでレポート提出すべ、はい、て古橋の授業のレポートをすべてマークダウンで提出になってますので、うんうんそこがこういうところに生かされるなっていう、うんうん、あの開発した人たちの顔を浮かべながらありがとうございますマークダウンやっぱりいいですよねというところで、ライセンスにもあれでしたねさっきリンクがちゃんと、はい、そうですね貼られているので、はい、いいですねそういう意味では非常にやっぱ、まあ、試しに使ってみて、うんうん、使いやすいというかマニュアルやっぱり読まずにあっさり登録できると思うと、うん、で
僕らもデータの管理そのものを、うん、GitHub を軸にしてやってるので、うんうん、GitHub がやっぱりマークダウンで書いてるじゃないですか、うんうんうん、GitHub のマークダウンをコピーするだけなんですよいや本当に楽で、そういう意味で言うとこのデータ登録は GitHub にまず置いといて、うんうん、そこに置いてある情報をどんどん引っ張ってペタペタ貼っていくっていうことで、うんうん、非常に効率よく、あとはまあ細かいその XYZ タイルを今回登録したので、こういう登録の仕方でいいのかどうか、URL の埋め込みの仕方とか、あのコメントの仕方も含めてというような、まあまだまだちょっといろいろやっていきたいなと思ってます。まあタイルでそうですね、公開されていれば時空間情報センターにこう直接アップロードする、まあ例えば GeoTIFF とかそういうのはありますけど、まあ、XYZ だったらある意味でどこに置いていても、そうですね、そこからまさにさっきの OSM の背景図じゃないですけども取りに行って、時空間情報センターの、まあ、ウェブマップモードとか、まあ、あのプレビューモードとかありますけど、そこで、ね、あの見れれば透明は多分全然問題ないやつなので、あと XYZ タイルって勝手に命名したんですけど、はい、ちゃんとここのアイコンに XYZ って入るのは非常に、はい、あのいいです、いいですか、この仕様素晴らしいです。あので一応ダウンロードってすると実ファイルが来なくて、うん、まあ、リンクに飛ぶので、ね、GitHub のページに飛んでここからダウンロードしてね、うん、みたいな形にしました今回は、はい、そので、はい、そこもカスタマイズね、もちろんできますので、というところで、まあ話を戻すと、というニュースがあったんですけど、全てトランプに戻ったとそうですということで、ちょっとまあ真剣にトランプ、うん、そういうふうに GitHub とかどうするんですかね。いやそれは本当にそれ思ったんですよね、うん、やっぱり GitHub のオーガニゼーションどうするんでしょうね、うん、ですね、各 そうそれこそ NASA は NASA で、うん、各アメリカの政府省庁が持っていたオーガニゼーション、ちょっと今見てみましょう、まだありますよね、ちょっと、あ、そうそう、もうなかったりして、ノーマークだった、怖いですね、ちょっと GitHub の、GitHub 社でもね、そのガバメントデータっていうのはすごく、はい、それこそベンさんがすごく力入れて、うん、藤村さんがチリンとして招かれたりで、NASA、さすがにまだあると思いますけどね、NASA、オーガニゼーション、ユーザーズに。NASA まだアカウントは当然ありますよね。おありますあります。NASA、うん、特に今のところ、NASA は、まあ、今のところ GitHub 上では大きな変化を見当たらない感じですけども。あれ、まあ、ホワイトハウスはホワイトハウス GitHub アカウントって持ってるんでしたっけ？おホワイトハウス、一応なんかそれっぽいのありますね。ホワイトハウス、これなんだろう、ある、あ、一応ある、あります、お、あります、これはまだまだあります、ね、なくなっていない、これでもあの魚拓を多分ホワイトハウスにまだなってないわけですね。魚拓を取っていた方がいいんじゃないですか。アカウント全部フォークス、全員あフォークだみたいな、なるほどさあクローン作れみたいな、そうですね、これが消えた時はやっぱり怖いですね。なんてここで話してたら消えたりしてまあまあさすがに僕らはノーチェックだと思いますけど、うん、でもまあ一つの指標になるわけですよね、うん、ホワイトハウス、そうですね、 GitHub アカウントはまだある、うん、ある、どう、そうね、そういう意味ではこうハッカソンのイベント、あの政府が主導してやってたハッカソンのイベントとか、まあ有名なところがアップスフォーデモクラシーとか出ましたけど、うん、あれもどうなっていくんでしょうね。そうですね、いや、うん、いやいや、で今日はまあこの辺にしておいて、はい、次回は、いつやるかはもう瀬戸さんの授業は今日でおしまい、はい、で来週は一応、はい、来るんじゃないかやらないだろうと、うん、フラッシュちょっと出張中のなので、はい、そうすると、次は僕が駒場に行った時に、はい、瀬戸さんと偶然そうです、ね、なんかおもむろに始めたりっていうことが夏学期は今度は、千葉さん、はい、赤色立体の千葉さんだったり、
安心安全マップというか、はい、あの家計からの家計原田さんが行きますので、はい、そういったジオな方々と一緒にこのジオジオウエストをやるというような形で考えてます、はい、うまく、うん、あの何回かできるとまあ、Facebook ライブの使い方だんだん分けてきたので、はい、いるかなと思います。また秋学期には、うんうん、あそうですね、引き続き予定通りに行けば、はい、また来年定期的に復活できるように、はい、したいと思いますので、よろしくお願いします。ということで今後はちょっとゲリラ的にゲリラ的にちょっとやりましょう、はい、西側の本家の友引ナイトも、いろいろゲリラ的にそうです、ね、やってますので、お互いに西と東で、はいはい、やっていこうかなってでしょう。ということでまず今日はちょっと、はいはい、結局長くなっちゃいました、はい、以上です。どうもありがとうございました。